はい、龍一くん、佐藤くん、ここはどこでしょう。つってもわかんねえよな。ミスジオ保育所。父ちゃんが昔いたところだよ。これだ。ミスジオ保育所。父ちゃんずっとね、ミスズ保育所だと思ってた。ずっとミスズ保育所って、それ調べてインターネットで出てくるわけねえよな。ミスジだった。これは、たまたまね、マップで見て気づいたんだけど、こんな感じだったかなと思ったんだけど、この形は一生忘れない。ポーちゃんどこだったかな、そこのクラスにいたのかな。よく走っててね、運転とか校庭に、なんていうの庭園園庭か、失礼。園庭にスコップとさ、土木作業使う一輪車、猫のちっちゃいやつがあって、もう大喜びで穴掘りまくったんだけど。いやー、よく穴掘ってたよ。懐かしいなー。でもこれもな、色塗ってあんまり分かんなかったけど、やっぱ裏側見ると分かるよね。あ、やっぱり形はこれ。よくさ、子供の頃あんなに大きかったのに今見たらこんなに小さいんだって話あるじゃん、うん、全く逆だね。大きいよね。もっとすごい小さいイメージだったんだよ、ここ、うん、狭いなーと思って友達と走り回ったんだけど、こんなにでかいと思わなかった。うちにあるのより全然大きいよね。ここに来るともう福里さん、中里さん、永井さん、いや元気かね。見てるかもね。すっごい思い出す。思い出すんだけど、まあみんなもうおばさんだよな。おじさんだし、そんなもんです。ありがとうございます。個人的な思い出の場所でした。ありがとうございます。